新京都革命の勢力図外用イングランド内戦は新京都革命におけるイングランドの基地等と延長等の間で行われた軍事衝突である。両派は1642年から1651年までの9年間に渡って争い、3度に及んだ戦争は時期ごとに分けられている。1642年に始まったチャールズ一世率いる国王軍と 議会軍の第一次イングランド内戦は、当初国王軍に有利に推移したが、議会派の組織改革などによって、議会軍が勝利した。続いて勝利した、議会派内でも深刻な対立を招き、長老派対独立派の争いは、次第に、議会大軍、民衆という構図に変わってゆき、第二次イングランド内戦は、1649年に、チャールズ一世の処刑と、 共和制のイングランド共和国樹立という帰結に至った。第三次イングランド内戦は1651年にウスターの戦いでチャールズ皇太子が敗れ大陸へ亡命して終結した。内戦勢力図。黄色は議会派、赤は王党派。左上1642年、右上1643年、左下1644年。 右下、1645年。1642年7月10日、春包囲戦で、国王軍、議会軍の最初の勘下が交えられた。8月10日のポーツマス包囲戦では、議会派がを落とを陥れて勝利したが、9月23日のパウィック橋の戦いでは騎士たちの活躍により、王党派が勝利するなど、一進一退の攻防が続いていた。月日、 エッジヒルの戦いは勝敗がつかなかったが、この戦いでいち早く議会軍の連度の低さを見て取ったオリバー・クロムウェルは敵機体を結成することになった。ロンドン攻略を諦め長期戦の構えを取った国王軍はオックスフォードを本拠として北部、西部を抑え、議会軍はロンドンを拠点に南部、東部を支持基盤とした。11月1日、 アイルズベリーの戦い、11月12日、ブレントフォードの戦い、11月13日、ターナムグリーンの戦い、1643年に入ると、まは、大勢としては、国王軍有利に進み、国王軍は何度も、ロンドンを伺う,う情勢にあった。議会軍が劣勢だった理由は、その編成にあったと言われる。国王軍は、正式に令状が出されて集められ、 訓練、戦闘経験を積んだ者も,も多かった一方、議会軍は民兵を主力とする混成部隊だったからで、ある。州や都市を守るために作られた民兵は、自分の故郷を守ることには、熱心だったが、地方意識が強く、国全体のこととなると士気を高く持てなかった。また、装備、訓練、実戦経験において、貴族の率いる国王軍にはるかに及ばなかった。 1643年1月19日、ブラドック・ダウンの戦い。1月23日、リーズの戦い。3月13日、第一次、ミドルウィッチの戦い。3月19日、ホップトン・ヒースの戦い。3月30日、シークロフト・ムーアの戦い。4月3日、キャンプ・ヒルの戦い。4月13日、レデ,ディング・包囲戦。4月25日、 ソワトンダウンの戦い。5月16日、ストラットンの戦い。6月18日、チャルグローブフィールドの戦い。6月30日、アドールトンムーアの戦いでは、トーマス・フェアファクス軍が敗走するなど、議会軍の弱体差が際立った。後にクロムウェルは、当時を帰り見て、民兵の混成部隊だった、議会軍を、よぼよぼの召使いや、球児や、 そんな連中と実会している。はかばかしくない戦況に、議会派は、軍の再編を急いで進めた。東部の諸州が連合して作られた、東部連合軍をはじめ、西部連合軍なども編成され、議会軍の組織化が進んだ。これらの再編によって、直ちに議会軍が盛況になったわけではなく、軍の内外で様々な問題を抱えていた。 議会内の見解の一致が取れていないことや、革命の目指す方向がないことなどがその主な理由であった。7月5日、ランスダウンの戦い。7月13日、ラウンドウェイダウンの戦い。7月26日、ブリストル陥落。7月28日、ゲーンスバラの戦い。クロムウェルは当時、東部連合軍の敵機体隊長であった。8月3日、 グロスター包囲戦。一方議会軍は劣勢な戦況や進まない軍の再編という状況から何としてもスコットランド国民名約の援助を取り付ける必要に駆られていた。イングランドの長老制導入を主張するスコットランド側の名約派が用意した文面に対して交渉に当たったヘンリー・ベインらは若干の修正を施した曖昧な表現の声明文を提案した。 すなわち、神の言葉に従ってと文頭に付け加えることによって解釈に幅を持たせてスコットランドとの合意を実現した。それでもイングランド側の宗教会議で紛糾したが、人殺しが病人に襲いかかってきた時、病人は薬を飲み続けて殺されるに任せるだろうか、それとも薬を捨てて武器を取って立ち向かうだろうかというジョン・ピムの演説も総行し、 1643年9月2日に、どうにかイングランド側でもどうにか合意を取り付けた。ニューバリーなどで中小規模の戦いが続いた。9月18日、アルドボーンチェースの戦い。9月20日、第一次ニューバリーの戦い。10月9日、春包位戦。ヘプトンストールの戦い。10月11日、ウィンスビーの戦い。11月4日、 オルニーハシの戦い。11月6日、ベーシングハウス包囲戦。12月8日、ジョン・ピムが末期ガンで死去。12月13日、アルトンの戦い。12月26日、第2次、ミドルウィッチの戦い。両軍は戦闘の長期化に伴い、財政危機を迎え始めていた。国王軍は、アイルランドカトリック同盟と、議会軍は、 スコットランド名約派と交渉を始め、それぞれから一定の指示を取り付けたが、その影響が選挙区を左右する一因ともなった。国王軍がアイルランドのカトリック同盟から得た資金提供はわずかであり、アイルランド軍の派遣は拒否された。名約派は約束通り1644年1月9日に援軍を派遣し、ヨーク周辺で 国王派の入荷する国の軍を脅かすことになった。1644年1月25日の南東一ウィッチの戦いでは、講和によってアイルランドから引き返すことができた国王軍の反乱鎮圧部隊が撃破されてしまい、カトリック同盟との講和が国王軍にもたらした利益は微々たるものとなった。さらに、 カトリック勢力と結んだことによって、王への不信感を醸成させるという結果も招いた。2月27日、ラソムハウス包囲戦。3月20日、ボルドンヒルの戦い。3月21日、ニューアークの救援。3月29日、チェリトンの戦い。4月、セルビーの戦い。4月22日、ヨーク包囲戦。5月3日、リンカン包囲戦。 5月28日、ボルトン虐殺。6月29日、クロップレディハシの戦い。7月2日、マーストンムーアの戦いでは、さらに東部連合軍と合流し、議会軍に圧倒的勝利をもたらした。この戦いを勝利に導いたクロムウェルが一躍、議会軍の中で注目されるようになった。クロムウェルの騎兵隊はこの時すでに敵機隊と呼ばれ、有名を馳せていたが、 それだけでは国王軍を撃破することはできなかった。各地方では依然として国王派が優勢であり再編されたはずの議会軍もバラバラの行動を取り続けていたのである。さらに議会内でも和平派と改革派の対立が激化し悲観的な雰囲気さえ流れ始めていた。政治的にも軍事的にもなお議会派は右往の州であり結束を強化する必要に駆られていた。 この動きが出始めたのは、軍の指揮官たちからであった。この時、和平派によって、応答派との交渉が行われていた。この交渉が不調に終わると、改革派が議会内で勢いを得て、敵機体の組織機構を軍全体に広げて、団結を強める、ニューモデル条例、無能な指揮官を軍から排除する事態条例を成立させた。 こうして誕生したニューモデル軍の統一的行動により、戦況は有利に展開することとなる。8月2日、ロストウィシールの戦い。9月18日、モンゴメリー城の救援。10月27日、第二次、ニューベリーの戦い。1645年6月14日、ネーズビーの戦いで、国王軍主力を叩き潰すに至った。以降1年をかけて、 議会軍は各地を平定した7月3時にわたるトーントン包囲戦が終結7月10日ラングポートの戦い9月第2次チェスター包囲戦開始9月24日ロートンヒースの戦い1646年2月16日トリントンの戦い3月21日ストーンイコールザイコールウォールの戦い5月 オックスフォード包囲戦。チャールズ一世は、自らの負けを悟って、再度の和平交渉を持ちかけた。この時議会の主導権を握っていた、独立派は、和平の提案を一周し、チャールズ一世は独立派と疎遠になりつつあった、スコットランドに逃亡した。しかし、結局国王の身柄はイングランドに引き渡され、核を失った国王軍は、議会軍に投降し、 1647年1月に内戦はひとまず幕を迎えた。軍事的対立が一段落すると議会内で主導権を取り返した長老派と独立派の対立が再燃した。この対立は次第に議会と軍の対立へと構図を変えていき、議会内のみならず言論会でも巻き起こった。長老制教会体制と教会の秩序維持を支持する長老派と信仰は 個人の自主性が尊重されるべきであるとする分離派のパンフレット合戦が起こった。独立派は政治的には長老派と対立していたものの、宗教観としては分離派と長老派の中間に立っていた。形だけの長老制樹立法案が通過し、さらに議会が軍を解散させようとしたことなどが重なり、兵士たちは信仰の自由と民主主義を唱えて猛然と反発した。 この頃から、市民、兵士の間で平等派が力を増していった。1647年から独立派と平等派は、それぞれの政治考量として、権利要目、人民協定を、起草、10月、両派の主張が激突したパトニー討論では、ニューモデル軍の多数派だった、陽動派の不満が噴出したが、独立派のヘンリー・アイアトンとクロムウェルに抑え込まれた。 11月11日、この会議を聞いて暗殺を恐れたチャールズ一世がハンプトンコート宮殿から脱出したため、国王の処刑を求めたアジテーターの勢いはさらに増すことになった。チャールズ一世の処刑スコットランド内戦中、議会とスコットランド国教会は、長老制を徹底しないことに不満を持っていたため、イングランドとスコットランドそれぞれの内部対立を企画とした王。 チャールズ一世と国王派は、1647年12月に、スコットランドと結託して、和解契約を結び、エンゲージャーズを結成し、1648年3月に、再度戦いを挑んだ。5月8日、セント・ファーガンスの戦い。5月31日、ペンブルック包囲戦。6月1日、メイドストーンの戦い。6月12日、コルチェスター包囲戦。 7月、フランスで、フロンドの乱が勃発。8月17日、プレストンの戦い。第二次イングランド内戦は半年であっけなく、鎮圧され、国王との和解が不可能であることが、陽動派だけでなく、独立派にも認識されるようになった。また、当時内戦による、統制の執行で出版物が大量に出回るようになっており、パンフレットやニュースブック類、 説教での主張や議論を通し、チャールズ一世の裁判の前に、国王の死という運命が、徐々に形成されていった。未だ国王との和解を諦めていない、長老派を主流とする議会に、クロムウェルもようやく見切りをつけ、1648年12月6日、プライド大佐は一体を率いて議会に乱入し、長老派議員を議会から締め出した。これが、 プライドのパージと呼ばれる軍事クーデターであり、残った50数名の議員のみからなる会員を承認した。ランプ議会は、翌1649年1月から国王チャールズ1世の裁判を開始し、27日に死刑の判決が下り、30日にチャールズ1世は処刑された。貴族院が廃止され、5月13日に、 バンベリーで平等派が先導した軍の反乱が鎮圧されて5月17日に首謀者が処刑され5月19日に共和制のイングランド共和国の樹立を宣言した一方2月5日にチャールズ1世の処刑を受けてチャールズ2世の即位がスコットランドで宣言された1650年9月3日ダンバーの戦い1651年7月20日 インバー・キー・シングの戦い。8月13日、ウォリントン・橋の戦い。8月25日、ウィガン・レーンの戦い。8月28日、アップトンの戦い。9月3日、ウスターの戦い。チャールズ2世が大陸へ亡命。両軍とも自軍の勝利を献殿した。国王軍は、ロンドンを一挙に落し入れようとしたが、ロンドン市民が、 義勇兵を募って守りを固めたのを見て断念し、オックスフォードに進んでこれを占領した。我々が国王軍に99回勝ったとしても、チャールズは国王であり続けるだろう。しかし、我々が一度負ければ、我々は皆公主権になるだろうという言説も出て、来ていた。和平派、改革派などの党派は、概ね長老派協会、分離派それぞれの信仰と一致するが、 政治的長老主義と宗教的長老主義は幾ばくかの温度差がある。詳しくは、新京都革命内戦、革命における党派を参照のこと。議会は兵士への給与支払いが長期にわたり滞っているにもかかわらず、ニューモデル軍の解散やアイルランド遠征、ロンドン市内への立ち入り禁止などを決定し、これに兵士たちは反発した。小舟 フミコイングランド内戦期の出版物に見られる国王裁判要求への反応を茶の水史学53号当初平等派を主導していた論者は国王の処刑には消極的だった。平等派の目的はあくまで人民主権の実現であり国王の処刑に字幕が集中しすぎることを懸念したからである。また処刑後に軍と独立派の強すぎる発言力が帰って民衆に 危機感を抱かせ、支持者たちの尽力により、チャールズ一世は罪人というよりも殉教者として見られることもあった。これが1660年の王政復古の下地を作っていくことになる。ありがとうございます。